夜の間に狼にめっちゃ体力減らされたんで飯食いに来た。あ、湧いてるじゃん。とりあえず体力をマックスにしたい。また風化拠点かな。え、ダブバレ持ってる。え、フラッシュライト。ワークベンチレベル1の置き方雑すぎだろ。重たい。とりあえず一回持って帰るか。下水施設のモニュメントパズル回ろうと思ってたんだけど、それよりももっと大量の部品を手に入れてしまった。でも帰れるかわかんないからな。警戒しながら。うわ、デカコプターが飛んでる。ちょっと高度高そうだから大丈夫か。今回のサバイバルは特に風化拠点に恵まれてるような気がする。まあ、これも全部持って帰らないと意味ないんだけど、怖えな。無事帰宅。え？この拠点で溶けてたっけ？あ？待って待って待って、マジで？え？え？おい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 。あ？無事帰宅。待て待て、風化拠点ありすぎなんだけど。崩れてる音がする。自分の目の前の拠点がちょうど崩れてるってやばいな。どんだけ俺日頃の行いいの。ありがてえ。ミキシングテーブルとかも欲しいな、これ。うますぎる。ミキシングテーブルいただく。部品系分解しに行くか。さっきの風化拠点の工具棚にスクラップ結構入ってたんで、だいぶワークベンチレベル2に近づきましたね。スクラップ当たってるやついるな。よし、分解終わってスクラップ166。これでスクラップの合計は500超えたと思う。肥料持ってこればよかったな。肥料も2000以上ゲットしたからね。それも変えれるんだったらスクラップに変えたいっすね。無事帰宅。これでスクラップが532になったので、ワークベンチレベル2作れますね。
やっと1個目の風化拠点の工具棚を壊しに行ける。多分あの工具棚の中にもスクラップ大量に入ってると思うんだよな。基本的に施設が近い拠点の風化はだいぶスクラップが多いし。扉一枚壊されてる。なんならスーパーマーケットの箱を湧き直ししてそうだけど。工具棚壊されてないね。あ、ここにもあった木箱。最悪だ。見落としてた。で、殺されてるし。燃やしていきましょう。なんでこんなワークベンチの置き方してんだろう。もうそろそろかな。割れた。うまっ。スクラップは微妙だったけど、資材系美味しいっすね。怖い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 。無事帰宅。うわー、あそこに人影があるってことは、肥料スクラップに変えてそうだな。なんか追いかけてきてる。なに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 。肥料スクラップに変えよう。無事帰宅。今後のためにかまど2つもらおう。バーベキューと大きな木箱ももらうか。なんだこの独特な拠点は。すごっ。やっぱり早い段階で青のキーカード1枚持っておきたいんで、下水施設行こう。3人組、え？車線切ったと思ったんだけどな。まあ、タイミング的にも夜になりそうなんで、今の間に拠点を少し強化しようかなと思います。はしごつけて。
なんか声がするな。もうちょっと外強化しに行きたかったんだけど、邪魔されそう。邪魔されるかな、これ。いなさそうではあるけど。壊そうとしてる。よし。拠点も少し強化できたんで、ワークベンチレベル2をクラフト。今外出ようとしたら、出待ちされてそうだな。2ベンチを設置。今持ってるスクラップで技術ツリーを下っていきたいと思います。このガレージドアまで行きたいんだけど、足りないんで、行けるところまで行こう。ここで止まるの。マジか。まあ、残り、210っすね、スクラップ。ガレージドアのレシピさえ解放してしまえば、まあ、ほぼほぼサバイバルはクリアかな。なので、早めに解放したいですね。